こんばんは。巷でイエールの成田氏が炎上してますが、彼は例えだけど本心で老人自決と思ってないですよね。まあ思ってないと思いますけど、まあでもなんか別にその成田先生が氷結だっけのウェブ CM から降りたというのが、別になんか成田さんにとっては大したダメージにならないと思うので、なんかふんそうなんだへーぐらいの話だと思うんですよね。なんかそのこのいうような発言をする人を世に出すべきではないみたいので、そのなんか成田さんを CM から降ろしてやったーみたいになってると思うんですけど、でも別に成田さんの発言っていうのは別に他のテレビ番組も出てるし、じゃあ別になんかウェブ系の番組出てるし、で思ったこと言ってるし、まあもともと別に学者としてじゃあこういう証明をしました、論文を出しますみたいなことをやってたりする人なので、なのでそういう意味で彼を止めるというのはなかなか構造的に難しいんじゃないかなと思いますけどね。なので、まあ、成田先生のこと嫌いだよねっていう人が、まあ、そういうのをこう止めようとするっていうのがあるんですけど、ただでも、もともと確か、サワーのウェブ CM をすでにもう一回やってるはずなんですよね。で、他の CM とか出てたりするので、なので、なんで今更っていうふうに、割と僕は思うんですけど、はい。ただその結局世代交代論みたいなやつを高齢者の寿命が伸びてしまっていて世代交代が進まないよねという構造論にどう解決していくかっていう議論ができないようになったままなんですよね。養老孟司さんがその成田先生の発言に対してどっから書いてるのを見たんですけど、そのまあ世代交代というのはいずれ必ず起きるものなのだから、いちいち言うものではないというのを養老さんは言ってるんですけど、僕がそこが事実認識の間違いがあると思っていて、その寿命伸びちゃってるんですよ。要はその年金というのができた世代って日本人の平均寿命が60代70代だったんですよ。なのでその若い人たちが年金を出したとしても別に支えられたよねっていう構造だったんですよ。で実際年金の払い込んだ額と受け取る額というのはそこまで差がありませんでしたという時代のそのシステムができました。でも今の時点で年金って今の高齢者の人って払った額よりも受け取る額が3倍だったりするんですよ。要はじゃあ1000万円年金をこう払いましたとしたら3000万円もらえます。でその2000万円どっから来てるのっていうのはもう若い人が払ってるんですよ。だからそれ相互扶助じゃないよねって世代交代論じゃないよね、もう金額違うよねっていう、そこの相互扶助じゃないよねっていう事実認識がずれてるんですよ。でもその高齢者の人たちって、その要は養老孟司先生って割と頭がいい人でもありながら、そこの事実認識が分かってないんですよ。で、高齢者の人数も違うんですよ。昔は高齢者、まあ、平均寿命短かったので、その100歳になる人って本当にレアだったんですよ。なのでそのなんか金さん銀さん100歳すごいねっていうので高齢者で生きてる方っていうのはなんかありがたいよねっていうのがあったんですけど、今ね100歳過ぎてる人ね確か2万人ぐらいいるんですよね。なのでもう明らかに高齢者の人口多いんですよ。要はその昔60代70代で亡くなってたんですけど、100歳とかって60代70代からさらに30年生きてるわけじゃないですか。そのさらに30年の生活費を全部働いてる若い人が払ってるんですよ。だからでも高齢者は働けないから仕方ないじゃないかという論理は僕もわかるんですよ。なので高齢者も生きていかなきゃいけないからしょうがないよね、そこはわかる。ただそのどっちもどっちだよねとか、若い人はなんかその負担がいつかもらえるんだかってもらえないんですよ。もう年金だって下げるって言ってるんだから。なので、若者の負担が多すぎちゃって今子供産めないよねってなっちゃってるので、今のシステムというのはそもそも破綻してるよね。まあ、その長期的にも破綻が確定してるよね。じゃあシステムを何とかしなきゃいけないよねというのを、その昔からいろんな人がいろんな言い方でしてたんですけど、何も変わってなかったんですよ。で、それを割とじゃあその、まあ、言い方としてはどぎついですけども、その抽象的に例えばじゃあそのなんか大企業の社長とかで80代とかでザラにいるし、もちろん政治家でも80代がザラにいるじゃないですか。でそれ良くないよね。せめてじゃあ企業の社長とかそのなんか政治家っていうのはもう60代ぐらいで引退しようよと。でその引退というのをじゃあその自分で自分で首を切るっていうのは、首を切るっていうのって別に首になるという表現するけど、本当に刃物で首を切るっていうわけじゃないじゃないですか。
要は自分で自分の首を切るっていうのを自食をすると自決をすると呼ぶのかっていうの、その自分で自分の器物っていうのをじゃあ自決とか切腹って呼びますよっていう、そういう言い方で成田さんがしたっていう話で、別にみんながみんな包丁に腹を刺して死ねみたいなこと言ってるわけではないんですよ。ただ社会的にもそうやって自分で自分のそのなんか会社の首で自分の首を切るとかっていうのをやってくれないと世代交代進まいませんよっていう話だったんですけど、もうそういう議論すら許さねえっていう状況になってしまってるんですよ。でそれは結局そのそういう議論 をしてしまうと高齢者の取る額が少なくなってしまう、高齢者のお金が減ってしまう可能性がある、だから嫌だっていう生理的なのは分かるんですけど、とはいえじゃあこの後少子化進んで日本ってこの先どうすんのっていう、いやその若者に子供がないから、あ若者にお金がないから、お金がないと結婚はしません、で結婚してないとやっぱり子供は生まれません、なので少子化はどんどん進みますと。なので日本人の国家というこの先の未来で考えると、今変えないとまずいよねっていうふうに割と考える人がいるんですけど、残念ながらその人たちは少数派で、あの変えるべきではない、成田悠輔みたいなやつを世に出すべきではないっていうのが多数派っていうのが現状かなと思うんですけど、なので日本人の人数はどんどん減ってるんですけど、外国に住む日本人の人数はどんどん増えてるんですよね。でもちろん中国人とかも結構外国に住む人どんどん増えてるんですけど、結果としてその社会の仕組みを変えるのは難しいけど、自分の生活だったり自分のその家族の生活を変えるのは可能だよねっていうふうに考えると、じゃあ海外に拠点作った方がいいよねっていうふうになってしまうというのが今の日本の構図なのかなと思うんですけど、なんですよね。話し合いの窓口を閉めてしまうっていう、要はその話し合った結果、多分これは負けるよねって考えた人は話し合いをしないが正解なんですよ。要は論理、例えばじゃあ先ほどのその養老孟司さんの元々の事実認識間違えてるよねっていう話を、じゃあ養老孟司さんが一方的に喋るとか話すっていう記事ではなくて議論にしましょうってなったら、養老さんそれ認識間違えてますよ。もう年金が設定された時の寿命と今の人間の寿命全然違うんですよって言ったら、養老さんあうあうあうってなっちゃうじゃないですか。なのでその場合は議論をしないが正解なんですよ。要はその正しいものを見つけようとか正しい答えを見つけようという人であれば議論をするは正しいんですよ。でもその自分がこの仕組みを温存したい、この仕組みを温存させるためにはどうするのが正解かって考えると、議論をしない、話し合いをしない、何もしない、投票もさせない、これが正解なんですよ。なので今の国会っていうのは話し合いをしない、投票もさせない、法律も作らない、今まで努力するっていうのをやってるので、まあそういう意味では正解なんじゃないかなと思いますけどね。合理的には正しい行動をとっているっていう。